7月15日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は大幅続落です。今日の大引けは昨日と比べて329円40銭安の 28,279 円09銭となりました。トピックス東証株価指数も 23.55 ポイント安、JPX 日経400も 214.71 ポイント安と3指数揃って 1% を超す下落、揃って続落となっております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 13%、 279銘柄、これに対して値下がりが約 84%、 1839銘柄、変わらずが 3% 強、全体の8割を超す銘柄が値下がりということですから、ほぼ全面安という状況です。規模別株価指数もいずれも上昇、トピックスの規模別、大型、中型、小型揃って下げました。3指数揃って 1% を超す下落、新興市場、マザーズ市場やジャスダック平均なども下げておりまして、全体的に下げたという今日の1日の動きです。商いは少なめです。1日通しての売買高9億7100万株余り、10億株には届いておりません。売買代金も2兆1142億円、2兆1000億をちょっと超えたところで、大引けとなっておりまして、商いも少なめということで取引を終えました。今日は朝方から全体的売り注文が先行しました。ただ昨日の海外欧米市場では全体的に方向感が乏しかったということもありまして、朝方の寄り付きは小幅な下落で始まりましたが、その後時間の経過とともに徐々に日経平均も下げ幅を広げる展開となりました。為替相場がじわり円高ドル安の流れになったことで、自動車など輸出関連株の重荷になったほか、国内ではオリンピックの開会を間近に控えて新型コロナの感染拡大が引き続き意識されているという状況の下で、積極的な買いが手控えられ、小口の利益確定あるいは換金売りなどに押された形であります。午前中に発表されました中国の4、6月期の GDP などあるいは6月の経済統計などはおしなべて堅調な内容となっておりましたが、東京市場では特に積極的な材料買い材料とはなりませんでした。また午後に発表されました中国の台湾の TSMC 半導体製造大手の TSMC の4、6月期決算が市場予想を下回ったと、事前の予想を下回ったといったことなどもありまして、半導体関連なども全体的に軟調な展開となりました。そういった中で個別で材料が出たところで売られた銘柄といたしましては、ラウンド14680が今日で5営業日続落となっております。ラウンド1は昨日の引け後に海外募集による自己株式の処分を発表して、株式需給の悪化を懸念した売りに押されました。保有自己株式のうちの675万株余りを処分するという内容であります。逆に上昇した銘柄、逆行高の銘柄といたしましては、イタリアンレストランチェーンのサイゼリア7581が3日ぶりに反発、水準といたしましては2018年4月以来およそ3年3ヶ月ぶりの高値をつける場面もありました。こちらは昨日引け後に今8月期の営業損益の予想を下方修正、赤字拡大という発表を行っておりますが、ただこれによって当面の悪材料が出尽くしたといった見方から、空売りの買い戻しなども交えて上値を試す展開となりました。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。